はい、ワード2、音声と映像問題なかったら教えてください。はい、ワード2、なめだるまさんいらっしゃい。肺炎ですね、やばいっす。画像も画質問題ないかい、大丈夫かい。やばいよ、ぜい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 、これね肺炎だわ。はい、古代さんいらっしゃい。魚炎、魚炎ですよ、よくわかったね。魚炎徘徊中です。いや、まだ病院行ってない、これから行く。もう息すんのが苦しくてやばいよ。おはよう、サングラスポッツさん、おはようございます。楽しんでってください。画質どう？初めての携帯配信なんだよね、ふわっちで。どんな感じ今？今のところ問題ない？ちょっとね、俺のモニターだとなんかピンボケしてるような感じに見える。これはあれかな？曇ってんのかな？ちょっと待ってね。服は？こういうことは？いや、ちょっと若干画質悪いな。携帯配信だと画質悪くね？そんな気がするんだけど、どうだろう、気のせいかな。やっぱね、スマホで配信するのあんま好きじゃないよね。舞ちゃんはだつ、あ、帰ったからね、タイムシフト見るからね、お疲れ。今日はね、和道グッズの、皆さんにまだ配送してないので、東急ハンズで、パーツを買って、で、手紙を添えて、手紙は添えないわ、めんどくさいから。郵送するセットを買おうと思ってます。旅配信に向けて、そうそう、調整中なんだよね。そう、多少画質悪いけどガクガクするよりマシ。確かにねパソコン早く手に入れねえとな、マジで。マジで銀杏くせ、この辺銀杏がすごい多い。銀杏の匂いが半端ねえわ。え、てか歩道ねえのか、歩道ねえのに渡っちゃったよ、超怖えわ。枯れないようにしないと。戻りてえな。11名さんはどつ、なんか人の集まり悪くね。ツイッターに告知言ってんのかな、ちゃんと。内蔵カメラもやってみようか。声は問題ないよね。どうもどうも。ちょっとね、内蔵カメラはね、画面が割れちゃってるから、ちょっと光が乱反射するけど。みつさんこんばんは。楽しんでってください。いらっしゃい。外配信、携帯配信ですね、今日は。お疲れ様です。旅配信に向けての準備をしてます。どうもお疲れ。音は全然問題ないか。ありがとう、教えてくれて。音問題ないのはありがたいよね。スマートフォンっていうぐらいだから、マイク性能は強いんだよ、スマホ。スマホはね、マイクはいいんですよ。音、バッチリ綺麗に拾う。東京配信ですよ。今日は帰りにね、寄る場所が2つあったんで、配信しながら行こうと思って。東京案内します、僕は。新宿っていう街をね、田舎の方のリスナーさんは結構楽しんでもらえるから、東京映すだけでも。地方の人とかはね、街の雰囲気とかわかるからね。肺が痛え。なに今大手、10人しか集まんないの、なんで？告知言ってんのかな。ちょっと人の集まりおかしいぐらい悪いね。なんでなんだろう。もっと人集まるよね、俺の配信。誰か大手やってんの？外でもスクワット当たり前じゃん。当たり前ですよ。俺和道だよ。やるに決まってんじゃん。どこでもやるよ。いつ何時も花火は断らねえから。どんなタイミングでも断らねえから。やるやる。ただトイレ行ってる時とかさすがに勘弁してほしいけどね。見てないところで花火はダメ。見てるときは必ずやるよ。いや寒いな、ほんと。13名さんいらっしゃい。楽しんでってください。今の時間帯大手誰やってんの？大手勢揃い、人の集まりが悪い。誰やってる今？
なんだろう、おすすめ載ってねえのかな、おかしいな。ツイッターでもちゃんと拡散されてんのかな。うなちゃんやってる。うなだけだったらな、まだ集まりそうなもんだけどな。あ、わかったわかった、仕事中だ。まだ金曜日だからみんな仕事中だ。バーガープレゼントありがとう。バーガープレゼントありがとうね。バーガーありがとう。ありがとうございます。バーガー3つありがとう。桃襟さっきまで見てて通知来たから来た。あ、大丈夫だね。じゃあ桃襟面白いよね。桃襟は天才だと思う。本当に桃襟面白い。ありがとうございます。11名さんいらっしゃい。沢さんのところに金梅が来てる。おーおー、珍しいね。それは神回だわ。それは珍しいわ。いいね。大物と大物のコラボは面白いかんね。見応えあるわそれは。ちゃんまんはコラボ映えるかんな。クソ面白いかんな。なるほど、それプラスアルファ仕事中で閲覧が伸びないわけだ。勉強になるわ。明日休みもらいました。いや、今から行くところだよ。今からあのクミタンにほらネックレス送んないといけないから、ネックレスのパーツを買って、あと郵送するあの封筒買う。封筒とネックレス買う。それで今日送ろうと思ってるから、そっからだね。クミタンだけね、ちょっと尻尾の重さがあるから郵送するの別のになると思うけど。チーズ、マジェさんいらっしゃい。楽しんでってください。チーズ、ワドです。よろしくお願いします。初見さんもしいたらフォローよろしくお願いします。ちゃんとしてる、仕事してるからいいリスナーさんじゃないですか。本当だよね。体調悪いのか。あ、全然いいよ全然いいよ。むしろあの先月中に送らなきゃいけなかったのにだいぶ遅くなっちゃったから、結構ね楽しみにしてる人多いんだよ、このネックレス。俺はグッズは売らないけど、グッズ配ってんだこれ。バドネックレスね、これリスナーさんにプレゼント送るから結構いいでしょ。結構ねクオリティ高いってみんな驚いてるんだよ。多分ね配信者のグッズの中で今までで一番クオリティ高いと思う。すげえいいよ、うん、いやーもうすごい肺炎でやばい、うん、鼻は常に詰まってますね。鼻はね慢性鼻炎だからしょうがないんだけど、肺が苦しい、うん、楽しみ。うん、クミタはねあのライターも届けるからね。和道ネックレスいいっしょ。和道ネックレス全国旅配信で配りに行くからね。応援してくれてるリスナーさんだけに特別に渡すから、これはだから非売品だよ。どこでも売ってないから、本当にこってこての和道リスナーにしか配らねえから。俺があのコメント打ってないとか小手半わからないような、なんかエセファンには配らないから。これ外で着れない T シャツとかいらんし、和道ネック欲しいわ。そうなんだよね、俺はまさしくそうで、なんか俺ミュージシャンだからわかるんだけど、なんか本人が着ないアイテムを、普通さシドビシャスだったら R のネックレスとかさ、この真似をしたいわけじゃん。ファンは和道と同じアイテムをつけたいわけじゃん。だけどグッズ販売って売るだけ売って、なんか本人が身につけたり使わなかったりするものばっかりだから、すげえ嫌だったの。だからもう俺が完璧に普段つけたいデザインで、俺がかっこいいと思うデザイン、もうだから俺が欲しいアイテムを作ったのよ。そしたらさ俺もつけるしみんなもつけるから共通のアイテムになるじゃん。そういうのがいいと思った。なんだろう、剣道、なんだろう、外人さんが撮影してるね。剣道やってるんだけど、外人さんが珍しいんだろうね、撮影してる。なんかホームビデオみたいなので旅配信でつけてリアトス行く、それがねファンだよね。そうそう、普段使わないもんはゴミだから、俺にとってゴミを増やすとか意味わかんないでしょ。ゴミを売りつけるとか、ステッカーとか子供じゃないんだからいらないよね。
ステッカーとか T シャツはまだデザインを考えてほしいよね。俺は本当にファンのこと考えたらそうだと思う。外来て着るのが恥ずかしいようなものはね、売らない。恥ずかしいことだから。金儲けのために何でもやるの俺好きじゃねえんだよ。じゃあ外カメラにしようか、せっかくだから。新宿です。ここはね、新宿駅だよ。もうすぐ新宿駅、南口っていう新しい駅ですね。ガス悪いな。デザインは重要だよ。だってかっこよかったら普段身につけるけど、かっこ悪かったらつけないでしょ。だからその和道全面に押してないから、よーく見たら和道のデザインじゃんって分かるようにデザインしてあるから。都会、うん、な、新宿ですよ。やっぱね、ハイブランドほどね、ブランドの名前前面に出さないからね。ハイブランドほどさりげなくだから、素材感を大事にだから。これ4丁目なのかな、何丁目とかわかんねえわ。タオルはまあいいね。タオルは俺もありだなと思った。タオルはありだと思ってる俺も。ただ矢沢永吉じゃねえんだからっていうのあるよね。お前矢沢かよみたいな。そう、家で使うものなんか配信なんかずれてんだよな。配信者そういうところ天然なんだよな。売れれば何でもいいんだろうね。金にがめついのが配信者らしくていいよね。もう売れれば何でもいいんだよ。リスナーから金引っ張ることしか考えてねえから。まあそこがね、配信者らしくていいとこなんだけどね。笑えるよね。でもね、あのね、正直ね、このネックレスマジね、作るのにね、結構ね、いい感じにコストかかってるからね、これただでぶん巻くのは結構勇気いるぜ。普通の配信者だったら絶対やんないよ。オリジナルでペンダントトップ作って、で、ネックレスにして、なかなかやるだろう。みんなに喜んでもらいたいからさ、給料ぶっ込んだよ俺。パス給料全部ぶっぱしたから。田舎住みながらおろおろしそう。いやー、最初はだからよくね、田舎の人は一発で分かるんだよ。あ、田舎から来た人だなって分かるのは、あのね、キョロ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 上の方を見るの。あのね、道を探してる人は横をキョロキョロするんだけど、それは普通にわかるじゃん。だけど田舎から来た人はね、あのビルの高さにこうやって上を見てんの、ずっとこうやってね、上を見るんだよみんな。ビルばっかりだから。だからね、上の方キョロキョロ、バス停とか駅とかで上の方キョロキョロしてるやつは、あー、おのぼりさんだっていう。新宿はガチで迷路だよ。そうだから、シティーボーイを気取りたかったら、田舎から出てきたけど俺シティーボーイだって気取りたかったら、あの上を見ないことだね、うん、そう、すぐわかるよ。上キョロキョロ見てるみんな。もうビルの高さに圧倒されるんだよ。空がないんだよ本当に、うん、見るよね。外向きカメラ大丈夫なんですか。何も知らなくてすいません。後向きにしようか。じゃあみんなに景色見てもらいたいから。俺はね、人の顔映んないようになるべく気をつけてる方だよ。人の顔映んないように、あの自分アップにしたりとか、やっぱり下からやると人が映らないから。でもなるべく風景楽しんでもらうために、あの外配信にカメラ切り替えた。大丈夫だよ、ありがとうね、みつさん。その辺はね、やっぱ配信長いからね、あのキャリアがあるから分かってる。おばちゃんキョロキョロする。ここがね、新しくできたバスターミナルだね。新しくできたバスターミナル。おお、地面が揺れてるわ。これはバスターミナル。数年経ったら自分には何も関係ないビルたちに圧倒されてたと気づくんだ。いいね、詩人だね。これがね、新しくできたバスの集合所。ここから全国に深夜バスから夜行バスから特急バスから全部出んの。超綺麗になったんだよ。
で、新宿の不思議なところが地面が2つあるっていう、ここ下になってるじゃん、ここにも地面があるでしょ。これ橋じゃないんだよね、橋なのか地面なのか分かんないの。あのね、地下になってんだよ。うん、すごくない？都会じゃ考えられない。これは新宿ならではなんだよね。新宿だけの上の階と、上の世界と下の世界があるんだよ。これはね、新宿来た時迷路って言われてるゆえんだよ。俺もね、ずっと迷子で、どこをどうやって行ったらいいのか分かんないの。ここ下、下あんの分かるでしょ？でも、こっちが俺が立ってるところ地上層。どっちが1階でどっちが2階。なんで、地球に1階と2階があるんだみたいな。その辺、そうそうそう、新宿、新宿。うん。いやー、ゴミゴミしてるよ。こんだけ人いんだもん。これ迷うでしょ？新宿、わけわかめだから、本当に。そう。ターミナルのね、センス。絶対迷う。そう。新宿はあと、地下街がやばいね。地下街がやばい。新宿の地下街は恐ろしいよ。だけどまあ楽しいけどね。ほんとね、なんか、なんつうんだろうな、ネオ東京って感じだよね。もう、まあ、最先端の街だったんだよなっていう、世界最先端の街だったんだよな、一時期はっていう。そう、サイバーパンク感がすごいね。うん、サイバーパンクのあの、なんつうの、アキラの世界観だよね、だから。うん、アキラの舞台っていう、ネオ東京。そうそう、西口の地下とか地上とかも迷路。もうだから、全部が、もう新宿中ほとんどが地下通路があるのよ。さらに、今みたいな地上が2つあるんじゃなくて、さらに地下通路もあるの。マジで迷子になるよ。だって新宿駅だけで、何個あるんだ？ 7 個か8個あるんだよ。新宿駅って言っても待ち合わせできないんだよ。どこどこ線の、どこし、新宿のどこ駅？例えば新宿駅、新宿南口、新宿東口、新宿東南口、JR ね。で、西新宿っていう駅、西新宿5丁目って駅、高田の馬場、大久保、新大久保、あと何がある？都庁前、丸の内線の新宿、西新宿駅、あと何がある？新宿にある駅。とんでもない数あるよね。で、埼京線だの、なんとか線だの。なんでかっていうと、新宿駅って1日で3000万回だよ。3000万回アクセスがあるの。で、確かね、駅の利用者数は世界で1位なんだよ。世界で一番駅、1日の駅の交通量が多いの。うん、新宿3丁目もあるし、新宿御苑もあるでしょ。やばいよね。本当にカオスだと思ったもん。俺、成田なんかさ、自分の最寄りの駅が歩いて40分だから、何これみたいな。こんにちは、生活大好きちゃんいらっしゃい、うん、マジでカオスの街だよ。あ、中央東口もあるね。お疲れ様です、中央いらっしゃい。すごいよね、うん、今から僕は高島屋に行くんだけど、ちょっと今日は新宿珍しいっていうリスナーさんもいるんで、普段だったら相馬買い物行っちゃうんだけど、ちょっと引きで撮ろうか、新宿の街をね。今映すのは新宿、 JR 新宿の路線ですね。なんかイベントやってんな。行くよ、映すよ。あ、こっからじゃ綺麗に映せないけど、こんだけ路線あんの。ちょっと待って、もう一個上行こうか。あそこから映すとかっこいいから、あそこから映してあげるよ。あそこで大丈夫かな、高さ的に。ちょっと待って、ここデートスポットになってんだよね。そうそう、新宿ですよ。あ、ちょっと伝わんねえな、上から撮るか。上から撮ろう。ちょっと待ってね。いや、喉の調子、絶不調ですね。絶不調です。何やってんだろう。秋は。自販機にもっと自由を、だって。なんだろう。なんかやってる。すげえすげえ。なんか自動販売機の CM でやってるね。なんだろう。あ、タダでもらえるんだ。もらってこうぜ。タダでもらえるっぽい。
なんかジュース配ってる。そうもらってこうぜ。あれ？もうダメだ。終わった方がこちらからお進みください。はい。これもう並べない感じなんですか？並べますよ。大丈夫です。はい。こんな感じ。こちらから表の方でスタッフからシールもらってください。はい。はい、終わった方はこちらからどうぞ。はい、ではそちらのスタッフが配ってますので、そちらのスタッフのところでどうぞ。シールもらってから、これ貼ればいいですか？そうですね、お気に入りのやつ。デザインですか？そうです、デザインです。あ、なるほど。どれがいいかな。はい、終わったことある。これがいいな、これがいい。お水のあれか、お水のね、あのペットボトルのデザインを決めるみたいで、キャンペーンやってるみたい。ペットボトル そのアンケートをしてて、デザインで。無理しないよ、大丈夫だよ、ありがとう。43名さんいらっしゃい。皆様、こんにちは。少しお参りしていただきましょう。お願いします。こんにちは。ヒールさんいらっしゃい。楽しんでてください。今、新宿で外配信やってます。私も今帰った。そうだよね、仕事終わるタイミングだよね、今。もっと身近に感じていただけるように、秋のお話を聞きます。日本の学校意識自動化に関しての無料サンプリングを行っております。無料サンプリング。その他、JR 東日本の防災技術、設立10周年記念デザインを施した、プロペオーカーの10周年のデザインとの交渉。イベントの様子や、お話しする日本作りを、お参りしていただきますと、皆様には JR 東日本大川技術オリジナルユニフォームから秋山大河の落ちないカップでおなじみ、ウロブロッカーの記念ボトルをただいま差し上げています。こちらの記念ボトルは限定不買品となっておりますので、この機会にぜひ手に入れていただきたいと思います。そしてこちらの巨大自販機、10周年記念ボトルが何本出るかはお楽しみ。巨大アジアの10周チャレンジにご参加ご希望の方は、スタッフの指示に従って、あ、嬉しいね、ありがとうって言ってくれて、ありがとうね。10周年記念ボトルのプロモーターをゲットしてください。はい、ありがとうございます。お水いただきました。お水をいただきました。アクアだって、アクア。アクアだって。先着50名様だったからちょうどよかったね。先着50名様だって。絶対嘘なんだけど。先着50名様って書いてあるけど、あそこに水たんまりあんだけど。絶対嘘なんだけど、あれ全部水でしょ。東京おっかねえな、マジで。先着50名様って書いてあるけど、思いっきりも、ダンボールの山だかんね。怖えわ。怖いよね、東京って。田舎もんはこうやって騙されるんだよ。怖え。アメさんいらっしゃい。楽しんでってください。騙しだよね。おっかねえわ、うん。ただで配るから問題ないですよね、っていう。あ、イベントごとに50名様ですので、って。5分おきにイベントやってますので、はい、東京おっかねー。俺は田舎もんだよ。今から行くのはあそこのタイムズスクエアに行きます。あれが NTT の電波塔ですね。 NTT がみんなからドコモとかね、あのインターネットとか全部の税金集めて、ああいうでっかいビルが建つんですよ、うん。騙して水あげるいい国だ。そうだな。うん。さっきアラブの人がびっくりしてたもん。俺もう一本くれ、もう一本くれってごねてた。
アラブでは考えられないことなのかな。はい、これが新宿の路線です。見える？こんな感じ。一つの駅から JR こんだけ線路出てんの。これがね、結構デートスポットになってて、今いい感じなんですよ。こういう風にいいでしょ、いいでしょ、わかる、いい絵だよね。こういうさ、その時その時しか見れないさ、景色を俺は配信していって、なんかその土地土地の珍しいものを共有していきたいんだよね、みんなと。これがね、ちょっとね、新しいスポットだったんで、東京来たことない人とかにね、見てもらいたかったんですよ、うん、これがね、新宿の新しいスポットです。では今から高島屋行きます。そっち側行きます。行きましょう。札幌駅みたい、札幌駅みたい、うん、騙しといえば和道さん、余計なこと言わないでください、余計なこと言わないでください。よし、いい感じだね。今日いいね、なんかロケーションがいいね。配信日和だわ、外配信日和。高島屋行こう。ネックレス買います。ネックレスとフード、スクワット、花火あったらどこでもやるよ俺は。俺配信者だからどこでもやるよ。そう、この配信の唯一できたローカルルールだから、花火が入ったらね。うん、いい景色でしょ。いらっしゃい、新宿ナウ。ありがとうございます。アメさん、ワドだよ、スクワットやってるよ。おまけにもう一回、うっす、あざーす、ありがとうございます。旅の資金にさせていただきます。アメさんありがとう。みんなアメさんにパチパチ。僕の旅配信の軍資金を500円分提供してくれました。有効活用します。一緒に世界回りましょう。ちょっと恥ずかしいからここではやめてね。ここはやめて。さっき人いなかったからいいけど、さっき人いなかったからいいけど、あの店の中とかやめてよ。あの人がいるところ恥ずかしいからやめてよ。あぶねえ。花火初めて投げた、ありがとう、嬉しいよ、初花火ありがとう。初花火あざーす。いやー、人がいるところではやりたくないよね。何やってんだあいつっていうね。和道さんかわいい、センキュー。よし、東急ハンズ行こう。いや、レジの前とかも最悪だから、最悪だから、そういうのはやめよう。そういう迷惑、人前で迷惑かかる行為はやめよう。うい、ありがとね、アメさん、ありがとう。あのアメさんがくれた花火は絶対大事にするからね。一緒に世界見ようね。ありがとう。前恥ずかしくないって言ってましたよ。いや、口だけだからな俺。自宅からそこまで近い、歩いて30分ぐらいかな、20分30分ぐらいかな、うん、そんな感じ。近い。やべえな、チケットが足んねえわ、あと4回。まあ大丈夫か、うん、病院行ったら配信切るから買い物します。どんな国に行きたい？全世界だね。できる限りの国に行きたい。できる限りもある。でもあれだね、ヨーロッパとかアメリカとかじゃなくて、あの後進国に行きたいかな。貧乏な国に行きたい。アメリカとかさ、ヨーロッパとかはさ、テレビとかで見れるじゃん。北朝鮮とか行きたいよね、普通の人が行かない国にね。配信したら多分捕まって殺されるんだろうな。
電波大丈夫？来てる？電波大丈夫だったら手挙げてください。結構ラグありそうなの。電波悪いか。モルディブ最高じゃん。いいとこ知ってるじゃん。最高だよね。モルディブ共和国いいよね。いいよ。あれはでももう超ビップが行くところだもんね。でも意外と安いんだよね、モルディブ。30万ぐらいで行けんだよね。インテリア、ここじゃないな。電波悪いか。どんな感じで PTPT って感じだもん。止まる感じ。どんな感じかちょっと状況を教えてもらえるとありがたい。ステッカーがすげえ売られてるな。ステッカーがすげえ。ステッカーだらけだ。あ、ごめんなさい。時間忘れるよな。行ってみてえよな、モルディブは。あ、もう一個上だ。プレゼントありがとう。ここは面白い配信やってなかった。今電波悪いみたいだね。今ね東急ハンズ、これと一緒に私みたいにやってもいいんですよね。これとひょうたんと一緒にこう、もうで別々でももちろんいいですし、ひょうたんはひょうたんで、一緒にした方がいいですよね。これはできますか、ひょうたんからこの、はい、これを行きましょう。逆だね。はい、逆断していきましょう。これはあのブラジルのアマゾンの口から持ってきて、木が全世界中な木がありますね。シュリーダーマツが一番高い木、だからまあこれはああいうのをね、あの面白い、あの将棋の駒のヘス、将棋の駒のヘスって将棋の駒のネックレス売ってた。ネックレス12本買います。あと封筒だな。音は聞こえてんの？映像だけが止まる感じ？映像だけ止まるのは。
音は聞こえてる？音も映像も同時に止まんの。だいぶずれてるみたいな。タイムラグすげえな。いっぱいだーって言われた頃には俺はエスカレーター乗ってるからな。今のクミタンのいっぱいだーっていう多分ネックレスのことだと思うんだけど、便箋っていうのか、手紙なんか人に送るの初めてだからな。さっき両方か、どれで送ろうか。便箋、封筒、すいません、あの手紙とかが売ってる場所ってどこですか？レターセットとか、あの封筒っていうか、B と C の柱の間の、ありがとうございます。完全に止まってたか。今は大丈夫。ありがとう。音も画面も止まる。同時に止まるんだね。あ、レターセットあった。B と C の間。どれ買おうかな。クリスマスシーズンか。なんかちょっとギャグで送りたいな。お年玉とかの、お年玉袋とか。レターセット。センスがいいやつがいいよな。封筒いっぱいあるじゃん。いいね。そう。はい、行ってらっしゃい。そこで頑張ってね。これにしよう。いっぱいあると悩むね。特に書いたことないからね。壊れるからなって。
これでいいか。よし。なんかペンだ。This is a pen。ハートプレゼントありがとう。バーガープレゼントありがとう。白いインクのボールペン見つかったわ、あったわ。すげえな、今何でもあるな、これいい。あったわ、今白いインクのボールペンあんだね。素敵。よし、買います。黒いメッセージカードと赤い封筒買います。よし、買いましょう。一人一人に手紙を添えてリスナーさんにプレゼントします。すいません、お願いします。ポイントカード等はよろしいでしょうか。ポイントカードあったかな。ありがとうございます。お、すげえ、キャンペーンやってて500円引きだ。すげえ、500円引き。俺ハンズよく使うから嬉しいわ。あ、だったら500円引き、3000円お買い上げごとに1枚だよ。2500円だったのに大丈夫かな。
これ返してくるわ。3000円お買い上げごとって書いてあるから、3000円ごとに1枚だけど2500円だったからちょっと返してくるわ。これ店員さん間違えてる。あ、すいません、ここ3000円ごとにって書いてあるんですけど、はい、さっき2500円だったんで。あ、違うんですね。12日からお使いいただけるクーポンです。あ、いや、もういくらからでも。あ、大丈夫なんですか。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、どうもです。あ、そういうことか。あ、アスペが出たわ。アスペが出た。恥ずかしい。3000円ごとに1枚ご利用いただけますだわ。はっず、はっず。おい、今見たらお前ら発達障害の恥ずかしいところ見ただろ。これが障害者だわ。分かったろ。はっず、うん、めっちゃ恥ずかしいわ。超恥ずい。いやー、痛いやつじゃん。何言ってんだこいつみたいになったでしょ。ちょっと今のはなかったな。マジで赤っ端なんだけど。やっちゃったね。いや、こういうのよくあるから俺は。よくやるよね。発達障害者あるあるだよね、これ。アスペ、これがアスペです。文面をそのまま読み取ってしまうっていう。はかかったな今。せっかくだからクーポン使おうかな。クーポンこれまだ使えないのかな。12日土曜日からだ。土曜日から使えるって。今日は使えないみたい。もう文面をそのまま受け取って読み間違えるっていう。いや、すいません、痛いところをお見せしましたね。3000円お買い上げごとに1枚ご利用いただけますっていうのを3000円の会計で1枚もらえると読み間違えるっていう。はずいだろ。で、2500円だったんでお返ししますって言ったら、そういう意味じゃないです。3000円の時に1枚使えるって意味ですって言われちゃった。44名さんいらっしゃい。俺が文章を読めないっていう読解能力の低さと文明をそのまま読み取るっていうアスペの2つの特性が出ている。なんか今日寝れないだろうな、悔しくて。こういうね、あのプライベート、配信に乗らないね、プライベートの些細ななんかちょっとしたね、病気の傷つきが蓄積して減らっていくんだよ。俺って痛いやつだな。そうだね、気にしないでね。デート中とかめっちゃ恥ずかしいんだよね。女の前で恥かかせるのすげえ嫌じゃん。彼氏痛いやつだなと思われたくないじゃん。いやー、めっちゃ恥ずかった今。あー、いつもはね、ハロウィン、この前来た時ハロウィンやってたけど、今日はハロウィンじゃないの。もうイベント内容がクリスマスに変わってる。クリスマスだ。今週ハグ40周年を迎えまして、各種コラボ商品ご用意いたしております。よし、これであとは切手を貼って郵送するだけだ。切手を貼って郵送するだけです。じゃあ、病院行くまで、病院まで外配信します。新宿の風景皆さん楽しんでいってください。新宿を生放送します。この時間帯からだんだん夜景が綺麗になってくる時間帯だね。
綺麗だよね、新宿。ハートプレゼントとバーガープレゼントありがとうね。ありがとう。昔金持ってるとか、あそこのスカイラウンジあるじゃん、オレンジ色の。あそこで商談とかやってたんだよ、俺。スーツ着てさ。まあ自分が生活保護になるなんて思わなかったよね。あそこもう5、6回行ってて、あそこで打ち合わせとかやってたの。スカイラウンジで。あとあそことか。マジ落ちぶれたわ。人生何があるかわかんねえよな、ほんと。あそこはね、一杯コーヒーが1800円ぐらいするんだよね。あ、1200円ぐらいか、あそこは。電波悪い。昔社長やってた。社長業さ。47名さんいらっしゃい。楽しんでて大丈夫になった。風がつらいな。ぜい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 言うな。みんなも風邪ひかないように気をつけてね。はい、こんにちは。なあさんいらっしゃい。楽しんでってください。外配信ですね。旅配信に向けて準備をしてます。こんにちは。次は病院。病院着いたら配信切るわ。スマホの画質が気になるな。家帰ってどれくらいか確かめてみないとね。どれくらいいい感じで配信できてるか。なんか俺の画面だとぼやけてんだよね。ピントがずれてる感じ、ぼやぼやっとしてる感じに見える。寒いわ。いやー、やっぱ新宿芸能人多いね。俺あれだわ、よくね配信してると新宿今あの芸能人よく見るんだけど、今のスタバにねパククネとベッカムが今一緒にあのキャラメルフラペチーノ飲んでたわ、うん、パククネとベッカムがそこで今キャラメルフラペチーノ飲んでた。やっぱ東京すげえわ。規模が違うよね。まあ田舎者には分かんないかもしんないけど、広角レンズ今つけてるよ。広角つけてる。これつけないとどうなるかっていうとこうなる。これがレンズつけるとこうなる感じ。ちょっと画面が広くなる感じね。いや俺もう芸能人めっちゃ見るから。この前もなんだっけな、この前も渋谷の配信で誰映ってたっけ、なんだっけな、あの子供産んだばっかりのね女優さん、なんて言ったっけ、この前渋谷の配信で映った芸能人誰だっけ、うん、誰だったっけな、この前誰が映ったっけ芸能人、思い出せねえな、あれだったっけ、あ、そうそう、それだ、中井梨沙だ。そう、この前は中井梨沙が映ったんだ、そうそう。俺の配信芸能人映りまくるからね。今日はベッカムとパククネがスタバ飲んでたね。
椎名桔平も映ったよ。あと AV 女優のみひろとか。やっぱね、トップ同士はつながってるんだね、やっぱりね。俺ら庶民とは違ってね、それがわかるよね。っていうかマジでマイコプラズマ肺炎だったらどうしようかな。ヘス。いや芸能人しかいないからね。まあ俺も芸能人みたいなもんだしさ。まあね、ネットで有名なインターネットタレントだからね。夜になるとそうだね、夜景が綺麗になるから、ネオンがね、東京っぽくなってくるね、だんだんね。そうそう、暗くなってくると明るさがね、やっぱ際立ってきますから。渋谷のスクランブル交差点はもう毎回すごいけど、外を出たんですねっていうか、まあ仕事帰りですね。引きこもりじゃないですから僕は。フランパーいらっしゃい。人に酔いそう、そう人に酔うよ。だから俺ヘッドホンつけてないとダメなのよ。あの音拾っちゃうから、これ音楽流れてないんだけどずっとヘッドホンつけてる。あの倒れちゃう。人の気がすごいんだよ。邪気とかさ、活気とか、気って言葉がある。気がね蔓延してんだよ。気が強いんだよこの街は。陽気とかね、邪気とか、陽気とかね、あとほら気っていろいろあるんだけど、ほら陽気とか、まあ、邪気とかね、あと陽気とかもあるよね。これは人の気がすごい、邪気とかね、あと陽気とかね、活気とかね。まあその3つぐらいかな。はい、お疲れ。ついさんいらっしゃい。おつおつおつ。あれどこだっけ。いや人たくさん嫌だよ。自炊ってしますか。しますね。
てか俺のリスナーだったら俺が自炊するかどうか知ってるはずなんですけど、にわかですか。あれ、あの人誰だっけ、今の人誰だっけ、あれ今の人あの綺麗なプロレスラーの人だわ、なんだっけ、すげえ綺麗な昔のプロレスラー、アジャコングとか戦ってる人だわ、あもう芸能人しか合わねえわ。ちなみにここでホイミン撮りました。ちなみにあそこでホイミスライム撮りました、うん、じゃあ皆さんお別れします。放送ありがとうございました。じゃあ皆さんありがとう、また見に来てください。お疲れ様、外配信でした、テスト配信でした、オツです。58名さんありがとう、お疲れ様、オツです。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう